いや、ついに来ちゃいましたね。ここのスタッフもね、核心に触れる時が来ちゃいましたね。今日はなんとね、この世界の成り行きを暗示しているカードを紹介しようと思います。いやー、もう来ちゃったね。ついにね、開示する時が来たね。というか、パンドラの箱はもう開かれてるからね。今までどうして誰も気づかなかったのって話。人間選別はもうとっくに始まってるよってこと。大好き。今日紹介するこのカード、これから世界で起こる事件がなんとこのカードに記されています。まず大前提として、全ては秘密結社の暗躍によって世界は動かされているのです。その秘密結社から出されたカードがこのイルハートカード。まだこのカードに何が記されているか私も知りません。ですが間違いなくあなたの常識が覆ります。ただ目を背けてはダメです。それではまず1枚目から、直近で起こる歴史的大事件をご紹介しましょう。ん？何これ？肉ミートカード。え、どういうこと？え、何これ？おい、スタッフ、え、おい、え、確かに運動不足で引きこもりがちだし、これからも起こりそうではあるけど、うん、え、しかも、え、2枚目何これ？え、公式選別って、ちょっと、ねえねえ、なんかこのカード変だよね。変、あ、勝手に決め台詞持ってくな。なんだろうこれ、大丈夫なやつ、怒られないんですかねこれは。今までで一番不思議な体験を教えて。え、そんな急なこと言われても。あ、まあね、イルハートよくツイッターにも書いてるんだけど、めちゃめちゃね、ホラーの夢をね見ることが多いんですけど、めちゃめちゃに首を絞められて殺される夢を見たことがあって、ガッて押さえつけられて、首を絞められて殺される夢を見たことがあって、で、はっはっって起きた時に、首にね、スマホの充電ケーブルがちゃんとぐるぐるって巻きついてて、で、左手首を見たらね、なんか、人にね、掴まれたみたいな、そこ三本指の跡みたいなやつがね、残ってたことがありました。なんか、まあさ、ケーブルは、ね、あるかもしんないけどさ、こう確率的にはそんなに高くはないと思うけど、巻きついちゃうこととかはさ、枕元に置いてあるかもしんないけど、私、右利きなんですけど、で、左腕の手首に、なんか、左手の左側からグッて締められた跡があったんだからね、自分で掴んでたわけじゃないと思うんだけど、なんかそういうことはありました。写真撮ってた気がするけど、ね、なんか、不思議体験でした。こんな感じでいいのかな。はい。以上でーす。